プレミアリーグで優勝争いを繰り広げている遠藤航選手。1949年に生まれた最多観客動員数をリバプールは2月に更新したのだが、マンチェスターシティ戦ではさらにその記録を5万9947人まで伸ばした。リバプールの歴史上最も関心が高まる中、遠藤選手のパフォーマンスは素晴らしく、プレミアリーグ公式では遠藤選手とロドリ選手のスタッツ比較が行われるなど、世界のスターたちと遜色ない活躍を見せている。今回の動画ではそんな遠藤選手の古巣であるシュトゥットガルトサポの反応をご紹介する。ドイツにいるシュトゥットガルトサポの反応。ほんの少し前まで私たちのユニフォームを渡るが着ていたなんてとても信じられないよ。遠藤はヨーロッパのベストのクラブで並外れたプレーを見せている。リバプールのサポーターの反応を見てくれ。見ているだけで鳥肌が立つ。遠藤の写真に17万人がいいねを押している。こんなのおかしいだろ。マンチェスターシティとの試合を見たが、彼の演奏はあまりにも素晴らしかった。終了間際にオーバーラップを見せ、ヘディングで決定機を作ったシーンは戦術アナリストも注目している。彼がリバプールで成し遂げていることはあまりに非現実的で目を疑ってしまう。ハーランド、ああ、私たちに5対1で負けたクラブの選手か。私たちシュバーベン人の元キャプテンはイギリスでも必要不可欠になった。遠藤はシュトゥットガルト出身のクロップおじさんとリバプールでスイミングを楽しんでいるな。彼はプレミアリーグの優勝争いをするチームでほぼスタメンだ。そしてファンからも愛されている。渡は21世紀を代表するサッカー選手なんだ。島民たちは遠藤に犬の散歩をさせるネットミームで喜んでいる。ゲームでしかフットボールを知らない連中もフットボールが詳しくなってよかったな。遠藤はアナコンダだ。マンチェスターシティの連中は思い知ったはずだ。働き者の遠藤のことをリバプールの人たちは大切にしてやってくれよ。遠藤はミレニアム級の価値がある買い物だっただろう。カイセドやラピアと比較されているが、単純にそうした選手の中で遠藤が一番の選手だっただけだ。リバプールのファンやロマーノは移籍が決まった時シュトゥットガルトのスペルスが書けなかった。お前らは朝起きてちゃんと遠藤のことを考えているか。まあ彼の活躍は嬉しいけれど、正直寂しさもあるよ。数ヶ月前、遠藤を売却したお金でいい選手が取れたと喜ぶファンが何人かいた。私からするとシンプルに遠藤は今も昔もワールドクラスのままなんだ。渡はこれまでで最高の6番だ。2回もチームの降格を防ぎ、クラブの資金繰りにも貢献した。遠藤がこれだけ長い間サッカーのスカウト網をかいくぐってきた事実が信じられない。26歳で初めて欧州の5大リーグに移籍するなんて、普通はベンチウォーマーとしての役割が当然なのに。最近はリバプールで成長しただけで、シュトゥットガルトではそんなに上手ではなかったという人がいる。素直に私たちの試合を見たことがないと言ってくれ。彼は昔から素晴らしく、だからこそレジェンドなんだ。クラブの歴史の中で6番や8番のポジションでワールドクラスと呼ばれた選手が何人かいる。ギド・ブックバルト、マティアス・ザマ、ソルド、パベル・バルト、サミ・ケディラ。遠藤の評価は彼らのようなトップレベルのスター選手たちと肩を並べている。決して怒鳴り散らすのではなく、遠藤は規律とパフォーマンスによってチームを引っ張っている。もしシュトゥットガルトに遠藤が残留していたら、今頃の私たちはどうなっていただろうか。遠藤なしで私たちはブンデスリーガの3位だ。約20年ぶりの優勝を狙えていたかもしれない。私は人生が終わるまで遠藤を守ると決めていたんだ。あなたはたった一人でイギリスと戦いました。あなたがナンバーワンです。実は密かに遠藤のお別れ試合が夏に行われないかって期待している。私たちのホームスタジアムで私たちの伝説である遠藤をスタンディングオベーションで迎え入れるんだ。来シーズンのチャンピオンズリーグでシュトゥットガルトがリバプールと対戦するのもいいね。私がプレミアリーグに興味を持つ理由を知っていますか？それは遠藤を愛しているからです。